はいどうも、太郎です。はい、皆さん、もう毎日めちゃくちゃ暑い日々が続いてますが、エリアトラウト行ってますか？ということで、今回はですね、2024年後半ですね、まあ、秋以降に発売される、最新エリアロットをまとめてみたということでですね、まあ、紹介していこうかなと思います。はい、それじゃあまず一発目行ってみましょうか。最近全然ね、入荷情報のなかったですね、ダインスレイブのハイエンドシリーズなんですけども、なんとまずブラックベスパインからリメイクということでですね、3機種少し仕様変更ですかね、して発売されるとのことですね。はい、8月9月10月と、3機種出てるのをバラバラにリリースしていくということで、まず最初に ULH ですか、 ULH、LH、MLH の順番で、まずは8月からですね発売されるということですね。まあ、結構どうなんですかね、なんか若干マイルドになって出てくるとの噂もございますが、まあブランク数とかもあれですかね、変えて出てくるんですかね。まあそんな感じでですね、出てきますと。でね、当チャンネルでレビューするかって言われるとね、もうとりあえず ULH と MLH ね、持ってるんでね、まあ、まあ、仮に一から作り直して、リメイクしたということでも、まあ、どうですかね。まあ、入れ替える、使い込んで入れ替えるって時ぐらいですかね、買うと思うのはね。なんで、まあ、当分先になりますかね。多分、仕様上は似てるとは思うのでね、もし気になるよって方は、当チャンネルの、まあ、レビュー動画、まあ、参考にしていただければなと思います。まあ、本当にガラッと変わってるんだったらね、まあ、そもそもリメイクって名前はつかないと思うので、まあ、そんな感じで、まずはブラックベストパインのリメイク3機種ですね。まあ、今後ともね、なんか別のダインスレブも続いてくるんじゃないかなと思われますね。はい。で、次がですね、コードグライガンのソリッドモデルですね。2種類出るとのことで、ML のソリッドと L のソリッドですね。両方とも61かな。まあ、そんな感じのレングスでして、まあ、グライガン、これで4機種になりますね。で、このソリッド2機種の特徴が、ガイドがですね、AT ガイドになってると、バット、まあ、多分8個ガイドのうちの8、7ですね。バッドガイドとその上が AT ガイドになってるんじゃないかという感じになってまして。まあ、全然ね、そのモデルとか見たこと、実物をね、見たことがないので、まあネットの情報を拾ってって感じだったんですけども、まあ AT ガイドって言いますとね、SL ラインの使用前提でセッティングを出してるんじゃないかなという感じですね。なんでね、ロデオさんとかティモンさんで、エステル専用機種って、まあ大体 AT ガイド搭載なので、まあ、やっぱりそこら辺も意識して出てくるんじゃないかなという感じですね。まあ一番現実的なのはこのソリッドシリーズかなとは思いますけれども、まあ実機触ってからね、購入考えたいかなというところがございますので、まあちょっとこれもまあ出てすぐレビューってわけにいかないかなという感じっすね。まあ多分ガイドは SICS だと思いますね。トルザイトはないかなという感じです。はい。でこのソリッド2機種一応ね、8月発売なんで、もうこの動画を出してる頃にはそろそろ出てるんじゃないかなとは思うんですけどもね、結構奇襲してきましたよね。ほんとだいたいね、最新ロットって秋頃とか年末に発売っていうのが多いんですけどもね、まさかの8月に新作という感じですね。まあバルケンさんなかなか相変わらず攻めてきますね。はい。で、お次がですね、なんと山川ブランクさんのルーパスですね。ルーパスね、軽流シリーズでは、まあ、ストリームになるんですかね。小規模の軽流で使うロッドは出してはったんですよ、昔ね。出してたんですけど、今回はですね、エリアトラウト仕様ということで、まあ、だいぶ前からね、アナウンスされてたんですけども、今年の秋ですね、9月頃に発売ということで、一気に、5機種出るんですかね。はい。で、モーションとリトリーブっていうので、まあなんか2種類に分かれてるという感じで、なんかレングスとか見るとね、まあそこまでトーナメント寄りというか、まあなんかエリアトラウトを楽しむためのロッドみたいな感じですかね。個人としては、やっぱりソルトロッドのね、ブルーカレントとか、まあカリスタとか、でしたっけ。まあそこら辺のまあソルトロットで結構ね、山川さんのロット使わせてもらってたので、いやこれはねかなり気になるところですね。はい。まあこれも多分買うかな、うん、買って多分レビューするとは思いますね。
はい、で一応分かってる仕様としては SICS のガイドリングとステンレスフレームで軽ガイドという感じですね。まあ一応これはですね、公式の方のホームページであるので、ちょっと気になった方は確認してみていただければなと思いますね。で発売9月頃ですね。はい、はい、でお次がまあラストになるんですが、もうこれはやばいですね。もうアナザー T コネクションということでですね、 T コネクションの一つ下の価格帯からなかなかの種類ですね。合計8機種ですか。このアナザー T コネクションの大半がですね、3ピースロッドということで、まあ3ピースロッドといえば、バルケインさんだとガイアブリッツやったり、ロデオさんやったらゴールドウルフとかブルーとか、もうほんと去年から大人気のキメラとかね、そこら辺が、まあ言うと有名どころ多いですね。あとはノリーズさんのスパイクアローとかですね、もう名鑑が多いですよね、3ピースロッドっていうのは。まあそういう感じでですね、T コネクションですね。まあティモンからついに3ピースロッドが出てくると。もう、中価格帯ぐらいですね。お値段、4万円切ってるんすかね。はい、まあ、そんな感じで出てくるということですね。もうやばいっすよ。もう3ピースロットで6機種、2ピースロットで2機種ということでですね、でその中でもやっぱりかなり細かくロットの種類分けがなされているという感じですね。もう今年はもうすごいっすね。特に中価格帯とかがもう個人的にはね、もう全部欲しいなというぐらいで、かなり好みをついてきてる感じなんですけどもね。アナザー T コネクションは今のとこ公式ホームページには載ってないですかね。なんか SNS のティモンアカウントから多分確認はできるとは思うんですけども、デザインなんかはね、もうあこういう感じなんだっていうぐらい、T コネクションのグリップコルクが EVA になってるという感じで、これまあ T コネもそうなんですけども、割とねダインスレーブのオーバーブレイズと一緒にロッドスタンド入れても違和感ないんじゃないかなというようなデザインですね。やっぱ EVA となんか木目調を主張しているというか、そういう感じのデザインになってるので、いやなかなかね、もうこれはもう絶対一本欲しいところですね。前作旧 T コネの、まあ、SL モデルのまあ、リメイク版みたいなのも収録されてるので、まあ、そこら辺も気になるのかな。結構ね好きだったんでね、はい、まあ、そういうことでね、まあもうこれは一機種ずつピックアップしてるとなかなかの時間になっちゃうので、まあ、まあざっくりねこんだけ、8機種ですね。アナザー T コネクション、10月から順次発売ということで、まあ多分全部一気に出ないんでしょうね。まあ、T コネクションも最近発売されたのって全部一気に出やんとちょろちょろと出てくるという感じやったので、まあ多分半年ぐらいかけて出てくるんじゃないですかね。いやこれも初回はかなり争奪戦になりそうな感じはしますよね。はいはい、ということでアナザー T コネクションでした。はい、でまあとりあえずね発売確定してるのがここら辺かな今で、一応まあちょいちょい出るよ出るよとは言われてるロットがありましたけどね、そこら辺紹介していこうとは思うんですけども、まずはですね、まずは、ホワイトウルフ 62LS ということで、あの MLS ですね、あのめちゃくちゃ人気な今も入手困難な MLS の一段柔らかいバージョンですかね。これはマジ争奪戦で初回ロットなんてなかなか買えたもんではないと思いますけどもね。まあもうそろそろ発売なんですかね。まあ半年ぐらいずれる時もあるのでね、まあなんとも言えないですけどね。はい、ということで、まあ仕様はオールチタントルザイトですね。で、23π。多分 MLS と一緒の太さかな。まあ、まあ、コスメが相変わらずかっこよいっすね。本当に。はい。まあ、そういう感じでホワイトルフ 62LS でした。はい。で、次がですね、ノリーズさんのアンビシャスということで、3機種出ると聞いてますけども、もともとなんかね、春ぐらいに出るんじゃないかって言われてたんですけどね、全く出ないっすね。はい。まあ、これ本当、もう指をくわえて待ってるんですけども、まあ個人的にはね、先ほど紹介した発売日決まってるグミから1本ずつちょっと買ってレビューしていきたいなと思うのでね、まあもうちょっと後の方でも、
ね、いいかなという感じではございますけどもね。まあでも期待値で言えば正直なとこ一番触りたいのがアンビシャスなので、まあちょっとそこら辺はね、ちょっともうちょっと早く出てほしかったっていうのはあるんですけどもね。やっぱりあの前モデルも使ってただけあって、やっぱり進化したアンビシャスを早い段階で欲しかったかなと、触りたかったかなというところはございますね。はい、まあまあまあ出たら多分買うでしょうという感じですけどもね。はい、ということでね、ノーリーズ好きの皆さんね、最近ちょっとねノーリーズさん新作出てないので、まあ出てきたらね、まあ割と争奪になるかなと思いますけどもね。はい、ということで、まあ今回はですね、2024年後半に発売されるであろうロッドたちをちょっとまとめてみたんですけどもね、いかがでしたでしょうか。まあ大体有名どころのメーカーさんからはね、まあ、大体今年新作出てくると思うのでね、まあもしね、この中で欲しい、やばい、これ絶対っていうモデルがあればね、もう今のうちからね、ちょっと、まあお金を貯めるなりなんなりしてね、発売日にこうパッと買えるようにしておきたいところですね。はい、まあ僕個人もね、一応、まあ、紹介したシリーズ一本一本は買っていくかな。まあ全部ねハイエンドではないのでまではいかないので買えるとは思うんすけどもね。まあ一応ねまた随時ね買ってある程度使用したらレビューに回していきたいかなという感じですね。はい、まあね、今回紹介したロット以外で発売日決まってるよ、年内出ますよっていうのがあったらね、まあコメント欄の方で教えていただければなと思いますね。はい、はい、ということで今回はこの動画終わろうかなと思います。はい、それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー。My body, body, my body.